ましょう。しに行きますか。かっこいい。かっこいいっすね。行きましょう。行きましょう。本当やばいね。はい、ジーニーがスタートしました、はい、ラウンド2リブの会場で、はいはいはい、僕らにちょっとね、ジン君って呼ばせていただいてるけど、はい、ジン君って呼ぶの野暮じゃねって、はい、ジーニーやろ。ジーニーですね、はい、ということで今回はジーニーで行かせていただきます、はい、ジーニーです。ということでスタートホール11番です、ね、今日寒いね。寒いっすね。昨日の夜多分結構雨降ったっぽくてさっきさ、あそこ花火のとこ向かってるときさ、はいはい、前に戦勝おったんや、はい、でも俺もずっと下向いててこうやって歩いててさ、うんうん、でなんかよしよしマシュルって前見たらマシュでした普通に歩いてました。さあセカンドはフェアウェイです。いいとこですね。ピンに飛んでるんじゃないですか。しゃーグッショップ。早くないやばい、早くない。ジェニーピン、あれ、エグい数字ってたし。あ、これもいいライン飛んでる。グッショップ。Get back to where
ちょっと目玉アホだったね。あの目玉
昨日はジン君ここでイーグルだったんですけど、はい、今日は T シャツちょっと右行って、まあ、セカンド出すだけで今3段目打ったんですけど、ちょっとね、大きかった、うん、思ったより風来てなかったんかなっていう、上げが弱かったっぽいですね、とかリアクションだったので、ジン君的には結構いいショットやってたと思うんですけど、うん、というか今日朝ジン君とコーヒー飲んでずっといろいろ喋ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ面白い話聞けて、はい、今回の香港って、まあ、アジアであるじゃないですか、うんうん、だからその距離がパー70なんですよ、うん、1700と800ぐらいのトータルが、はい、結構短めですよね。そう、俺らでも短いなってなるぐらいの距離なんですけど、うんうん、あのブライソン・デシャンボーで、はいはい、6000台のコースもあるの初らしい。えこれ初めてだよって言ってたらしい。7000しか回ったことないってことだよ。え嘘ついてないジュニアとかだって7000で回らんでしょ。でプロになってからってことかな。いやまあそのくくりは分からない。すごい初って言ってたショートコースやんみたいなノリかな。すごい なんなんこれみたいな。ナイス。ナイス。え？乗ったくね？どんな車にもあるんです。価値が。古くても動かなくても、どんな車でも高く買えます。その自信どこから？そこから。車買い取りはそこから。